えー、こんにちはまあ岸田総理に代わりましていろいろ期待した政策が行われていなかったりそれから国民のためのね思うような政治がなされていなかったりと感じる人がいるのもこれまた事実ですでも事実の反面じゃあねみんなが求めていないことが何でこういうふうに進められるのかっていうことを考えると整合性が取れていかないんですよですんで結局は今岸田さんが進めている政策ってのは竹中平蔵さんが復活することもそれから あ財政をねまた絞り始めてきたこともこれは多分誰かが希望していることなんですよねそしてその誰かっていうボリュームは結構多いってことなんですよ岸田さんなんか総裁選でああいうこと言ったけども実はこういうふうにしてくれないかなっていうふうに岸田さんに直接もしくは間接に言った人が多くいたこともしくは影響力のある人がそのように働きかけたっていう事実は拭えないんじゃないかなと思うんですよ。 もっと財政出動してさ国民にどん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 お金配ろうよ一律給付しようよって方が岸田さんのそばにたくさんいらっしゃったらそうですねそうしましょうってなると思うんですよですんで私たちにあまり見えてませんけども私たちには望まないような政策でもその岸田さんや自民党を応援する人にとってみたら実現するべき正義の政策なんでしょうね、まあ、ですんで今自民党を応援する方公明党を応援する方が多いのは確かです このバランスを崩すために、他の反対勢力にやっぱり協力していく。しかも、並大抵の協力じゃダメです。自民党には金持ちや経団連や権力者がたくさんついてますから、そういう人に打ち勝つべき他の勢力が私たちにも必要なんですよ。例えば、令和新選組に協力するにしても何にしても、じゃあ、私たちは自民党のバックについてる人のようなお金や労力や権力を持てるのかって言ったら、とてもじゃないけど追いつけませんよね。 そううなななるとと諦めててしまうと勝てないまま勝いんですので,でここはいつも言うように数の勝負ですよね。自民党じゃやばいよとそうじゃない考え方を皆さん持ってるでしょということを私たちが一人一人語りかけることによって確かにそうだよねっていうふうにどんどん引き込んでいくことによって数の理論で勝っていくしかないかなと思うんですよね。まあ、ですので今回、えー、いろんなことを感じると思いますし私も同じように感じますけども反対の方にはね 私や私たち以上に今の自民党がやってることに反対ではなくて賛成してる人が多いっていう圧力があるのも確かだと思うんですよそういう人と直接関わってないんでなかなか聞こえてはこないんですけども総理の立場としてはね周りにいる人が全てですから岸田総理から見るとみんな国会議員ですみんな金持ちですだからあみんな結構豊かにやってるねよしじゃあそうしましょうかになるわけですよ でも岸田さんが総理になる前は私たち国民の側の声を聞くことが多かったです岸田ノートってね。だから私たちの気持ちを代弁してくるんではないかなと思いましたけども岸田さんが総理になった途端自分のノートを見る時間よりも自分に対するマスメディアの判断とかね批判とかそれから周りにいる人の国会議員の希望とか忖度とかを目にする機会が増える時に岸田さんはどっちを大事にするのかなってことをだん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 変わってきたと思うんですよ。 で反対に言うとね、私たち国民の声が届きにくくなってきた、そういう官邸というところにいるってことなんで、さらに私たちはね、メッセージを強めていかないといけないと思います。官邸にメールや、私のようにね、こうやって YouTube をやるとまで言いませんけども、でも、何かしら発信することを強めていって、一人でも多くの方を、確かにそうだよね、と今のままの自民党じゃダメだよね、っていうふうに思わせる活動を私たち気づいてるものがやっていかなければ、何も起きないと私も思いますんで、皆さんもね、このままじゃおかしいと思うんだったら、それなりの行動を、 しなくてはいけないのかなとそんな時期に来ていると思いますえもはやね言論の時期は終わりましたこれからは行動の時期です行動をしなければどんなに崇高な目的や正しい論法を持っていてもそれはないのと同じなんですよね実際に表現していくことによってしかこの世界は変えていけないと私は思いますけどいかがでしょうかそれでは本日は以上です